ナンバーアンダーライン愛からの熱いメッセージ。平野翔ガンユータ、神宮寺ユータからのメッセージが泣ける。IMP、バムブー MV、先輩たちの応援メッセージにメンバー涙。絆の深さに涙が止まらない。IMP が待ちに待った新曲、バムブーをリリースしたその日、ファンだけでなく、業界内でも大きな注目を集めた。特に、 同じ事務所で活躍している先輩たちの反応が IMP のメンバーにとって特別な意味を持っていたナンバーアンダーラインアイの平野翔、耀、ガン・ユータ、神宮寺・ユータからの心温まるメッセージは IMP のメンバーたちを感動させ彼らの絆がどれだけ深いものかを再確認する瞬間となったバムブーの MV が公開され瞬く間にファンの間で話題となったエネルギッシュなダンス力強い歌詞 そしてシンボリックな映像美が、まるで IMP 自身の成長と新しい挑戦を象徴するかのように表現されていた。ファンはその深みを感じ取り、何度も再生しては細部を解読することで、IMP の意図を読み取ろうと熱心に取り組んだ。ファンが MV の複雑さに引き込まれていく中、IMP にとってさらに大きなサプライズがあった。それは、No.1i からのサプライズメッセージだった。その日、 IMP の全メンバーが忙しいリリース日を過ごしていたとき、海外で長期休暇を楽しんでいたナンバーアンダーラインイの3人から突然の連絡が届いた。平野翔はメッセージで、IMP のみんなへ、おめでとう。新曲が素晴らしいって聞いてるし、僕たちも何度も聞いたよ。お互いが違う場所にいるけど、音楽で繋がっているよね。また日本で会える日を楽しみにしてると書き送った。彼の言葉には、 IMP への深い思いやりと信頼が込められており、メンバーたちはそのメッセージを読んで、自然と涙がこぼれた。岸優太も続けて、新曲、バムブー、本当にかっこいいよ。海外にいる間も、僕たち3人で何度も MV を見返している。みんなが成長していく姿を見るのが楽しみだし、早くステージで一緒にパフォーマンスできる日が来るといいなと語り、彼らの成長を心から祝福した。 騎士の温かい言葉が IMP のメンバーに勇気と自信を与えたのは言うまでもない。そして、神宮寺雄太もまた彼独特の穏やかな口調でこう伝えた。IMP、おめでとう。僕たちがこうして離れていても、君たちの頑張りはちゃんと伝わっているよ。新しい道を切り開く姿に感動しているし、これからも応援してる。帰国したら一緒にご飯でも行こうね。 そのメッセージはまるで兄が弟たちに語りかけるような優しさと励ましに満ちていた。IMP のメンバーは、神宮寺の真摯な言葉に心が温まり、未来への期待がさらに膨らんだ。IMP にとって、彼らの先輩であり、憧れでもあるナンバーアンダーライン愛からのメッセージは、ただの祝福ではなかった。それは、彼らの成長を認め、次なるステップへの道を示す道しるべのようなものだった。 IMP のメンバーである影山拓也、佐藤浅ら、元井俊介、椿大が、鈴木大が、横原幸、松井港は、このメッセージを受け取り、再び自分たちの努力と目標に対して新たな決意を固めた。特に影山は、ナンバーアンダーライン愛の三人との関係が特別なものであることを感じていた。彼は、先輩たちからの言葉は、僕たちにとって何よりの励みです、と感謝の気持ちを語った。 彼の目には、彼らとの関係がただの同じ事務所の先輩後輩という枠を超えた、まるで家族のような絆が存在していることが明らかだった。MV、バムブーのリリース自体も、IMP にとって大きなチャレンジだった。楽曲が持つ強いメッセージ性は、彼らのこれまでの軌跡を集約したものだと感じられる。リズム感あふれるダンス、精巧な振り付け、そしてその背景に隠された物語は、 ファンの間で様々な議論を巻き起こした特に、バムブーというタイトルに込められた意味について、ファンは独自の解釈を展開している。竹のようにしなやかでありながら強靭な存在、それが IMP 自身を表しているという意見もあれば、人生の試練に立ち向かうための象徴として捉える人もいた。IMP のメンバーは、ナンバーアンダーライン愛からのサポートだけでなく、ファンからの愛情と反応にも大きく励まされた。 ファンが TikTok などの SNS で、バムブーのダンスに挑戦する姿を見て、彼らは感動と喜びを感じていた。特に、振り付けの中でも最も難易度が高いとされるジャンプシーンや、体のバランスを巧みに使ったダンスは、視覚的にも非常に印象的で、ファンたちはその再現に挑んでいた。バムブーチャレンジとして広まりを見せ、IMP の影響力がさらに拡大していった。ファンからの熱い反応や、 先輩たちからの激励により、IMP は今後の道に対する確信をさらに強めた。彼らは、ナンバーアンダーライン愛の3人と再会する日を待ち望みつつ、その期待に応えるためにさらに高みを目指して努力を続けるだろう。日本に帰国したとき、再び共に舞台に立ち、彼らの進化を見せる日が来ることは確実だ。そしてその時 IMP はより一層輝きを放ち、新たな伝説を作り出すだろう。 彼らの未来は今後どのような展開を迎えるのか、ファンも含めて全ての人がその瞬間を心待ちにしている。IMP の新曲、バムブーのミュージックビデオ、MV は公開直後からファンの間で大きな話題となっています。楽曲やダンスのクオリティの高さだけでなく、MV 自体に隠されたメッセージや象徴的なビジュアルが多く含まれており、ファンがそれを一つ一つ解釈し、議論する楽しさを味わっています。 特に、バムブーというタイトル自体が持つ象徴性や、竹バムブーが日本文化において持つ意味合いが、楽曲や MV のストーリーにどのように反映されているのかが注目されています。竹は、しなやかでありながら強靭な植物として知られ、困難に屈しない精神を象徴しています。これは、IMP のメンバーたちがデビュー前から積み重ねてきた努力や挑戦を反映しているといえます。彼らは、 厳しいトレーニングや困難な状況を乗り越えてきた背景があり、その過程で鍛え上げられた不屈の精神が竹の持つ意味と重なっているのです。MV の冒頭では、暗い夜の中に突如として現れる光が印象的です。この光が希望や新たな始まりを象徴しているようにも感じられます。光が徐々に広がり、メンバーたちがその中で一体となってダンスを始めるシーンは、 団結と成長を象徴しているかのようですこのように映像の一つ一つの要素が象徴的に使われ全体として一貫したテーマが描かれていますさらに MV におけるカメラワークや編集技術も視覚的に印象的な効果を生んでいますカメラはメンバーたちの激しいダンスに合わせてダイナミックに動き彼らのエネルギーと情熱をより一層引き立てていますまた 映像が時折スローモーションになることで、瞬間瞬間の動きや感情が強調され、視聴者に強い印象を与えます。楽曲、バムブー自体も、竹のような強さとしなやかさを感じさせる力強いメロディーラインが特徴的です。歌詞の中では、挑戦や試練に立ち向かう姿勢が描かれており、これもまた竹が象徴する不屈の精神に通じるものがあります。歌詞には繰り返し、バムブーというフレーズが登場し、 そのリズミカルな響きが耳に残りやすく、楽曲全体のテーマを強調しています。この繰り返しが、彼らの決意や信念を強調する手法として機能しており、リスナーに強いメッセージを伝えています。IMP のメンバーたちが MV の中で見せる表情や動作も注目ポイントです。それぞれのメンバーが異なる個性を持ちながらも、全体として一つのストーリーを作り上げています。特に リーダー影山拓也の表情には、内面の葛藤や決意がにじみ出ており、視聴者に深い感動を与えます。他のメンバーも、それぞれの場面で自分の役割を全うし、彼らの成長と団結を表現しています。これは、IMP が単なるアイドルグループではなく、一人一人がストーリーテラーとしての役割を担っていることを示していると言えるでしょう。